アルファセンスコンプリート。おはようございます。10月26日土曜日朝6時18分です。今朝もワイキキはいい天気です。爽やかな朝、最高です。ワイキキ上空は快晴でございます。今日の天気予報は晴れ。今日は一日カリヒ地区をゆっくり回ってこようと思っております。そして YouTube で有名なあの方とご対面の予定です。それでは僕の好きなハワイ4日目スタート。4日目も朝からいい天気、快晴のワイキキから向かった先はカリヒ。手軽に行ける近場のローカルエリアです。僕の好きなハワイエピソード13始まります。朝ごはんは昨日買ってきたスノーパフィーとワヒヤワのフードランドで買ってきたものを食べました。初めて買ったヨーグルトの銘柄、お味の方は？グリークヨーグルトなんですけど、今回オープンネイチャーのグリークヨーグルトじゃなくてダノンのライト&フィットグリークヨーグルトっていうのを買ってみました。キーライムってやつです。これなんかちょっと粉っぽい感じがするので、正直言うとセーフへのグリークヨーグルトの方が美味しいです。僕はちょっと冒険した銘柄のヨーグルトを買ってきました。ダンキンのシナモンコーヒーロールっていうヨーグルトです。これ期待を裏切るうまさです。なんかね、ヨーグルトっていう感じじゃないの。食感がね、なんていうのかな、ババロアっていうか、こう泡立てた感じのものを食べてる。あ、そう、ムースを食べてるみたいな感じ。よく見たらここにロープレートホイップスって書いてありました。それでシナモンコーヒーって書いてあるんだけど、あんまりシナモンコーヒーが前に出てこなくて、程よくヨーグルトの味もしつつ、ちょっと普通のヨーグルトとは違うぞっていう味。これ塗ってみます。アルカモさんはグリークヨーグルトのバニラです。はい、こちらはアルカモさんの買ったアップルパイです。もうほとんど食っちゃいました。すっごいリンゴの甘みがして、シンプルに美味しいです。特に料理はしませんが、部屋にキッチンと食卓があると現地の方が食べているようなものが食べられるので楽しいですね。行きましょう。ここはついてていいんだよね。
しい。ワイキキは今日もいい天気、綺麗な青空です。朝の空気と風が最高に気持ちのいいワイキキ、これだからハワイはやめられない。さあ行きましょう。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、10月26日土曜日、時刻は午前6時50分です。今クヒオ通りに出まして、クヒオ通りをアラモアナ方面に向かっております。今日はね、カリヒ地区をぐるっと回っていきたいと思っております。今日もいい天気ですね。うん、はい、じゃあ今日も一日頑張るぞ。おお、はい、じゃあしばらくね、ちょっとカメラを回しっぱなでいこうかなと思います。へいへい。なんか不況通り新鮮だな、こっち向かって走る。そうだね、あんまり走らないね。へいへい。昨日と別に。昨日と別にです。昨日は本当の死んでたね。昨日は本当ちょっとマジ気分が悪くて、そうそう、気持ち悪そうだった。すいません、アルカモさん怒ってんのって感じ。本当にこう、あの、怒ってるわけではなかったんだけど、そうそうそう、本当に気分が悪かった。具合が悪かったんだよ。前回のエピソードでは視聴者の方から、スケジュール詰め込みすぎとか、無理しないでくださいねとか、たくさんコメントをいただきました。ハワイに限られた時間しかいられないのに、行きたいところがたくさんありすぎるから、ついつい予定を詰め込んでしまう。分かっちゃいるんだけど、こうなってしまうんですよね。ああ、もう1ヶ月ぐらい滞在したいです。そうか、こっから行かれないんだ、向こうへずっと行かれないと思います。結局アラワイへ出なきゃいけないというね、そういうことだったか。しかしいい天気やな。そこら辺雲いっぱいだけどね。マナワは多分雨降ってるね。降ってるね。看板が残ってるのが悲しいよな。まだ残ってるっていうのがね。ガランとしてます。あー、朝は気持ちいいな。うん、ね、爽やか。爽やかだね。さて、そろそろはい、じゃあ僕らね、まだ行ったことなかったんで、あのカカアコエリアの壁画を車でさらっと流して見てきます。あの、歩きはしません。ちょっと見るだけ。ちょっとこの辺だって歩くの怖いもんな。怖いね、ちょっと昼間もうちょっとね、昼間乗ってから行きたいね。あの、こういう感じなんだ。全く下調べをせずに来てしまったカカアコエリア。ウォールアートを見つけようと路地を走り回りますが、なかなか見つかりません。あんまり壁画らしい壁画を見なかったね。もっと壁画がいっぱい。違う、私たちが違う。俺が多分、俺は違うとこを走ってるっぽいね。これこっちじゃねえか。似合いますか。そうだね、これは壁画じゃないね。あ、ホールフーズがある。カカアコエリアのホールフーズっていうか、大きいね。実は全くここら辺ね、土地勘がないんだよね。果たして壁画見ることはできるんでしょうか。まあ、見れなきゃ見れないでいいや。いいんだ。
車があるところを避けて走っちゃったのかな。そうですね、きっとね。そうね、そんなか。ニュークイーンバーベキュー、ブレックファースト5ドル。なんか有名どころの絵がないね。これは落書きじゃないですか。よし、もういいや。何しに来たの。このやる気のなさ。これはちょっとお伝えできないよね。はい、どう編集しようかな。落書きが映っておりました。おめえどこ走ってんだって言われるよ。今カリヒストリートの右側にポケバイザパウンドっていう看板があって、これポケ屋さんかな。ピアが近いからカリヒのポケ屋さんって美味しいかもなって思って。もしポケ屋さんだったらね、カリヒのどうも見たいな。歩き回ってみたいよ、この辺は、ね、多分男同士で行ったらニコピアに車止めて、うん、この辺歩き回ってみるかな。うん、とにかく1日あるのか。今年もう1回セーフティーシステムズ&サインズハワイだけ。はい、ちょっと行きますだけって言われる。確かそんな名前です。いや、名前が長いもんでさ、覚えられないんだよな。はい、今年もやってまいりました、セーフティーシステムズ&サインズハワイ。土曜日の朝なんでほとんど車が走ってないです。まあ時間もまだ7時20分ぐらいですのでね。はい、入ってみます。店内の様子はチャンネル内のこのサムネイルの動画をご覧ください。はい、今7時39分です。セーフティーシステムズ&サインズハワイ、はい、出てきました。はい、今日はね、あのお店のロゴが入った何かグッズを欲しくて見に行ったんですけど、結局何もなくて、でお店の方に聞いたんですけどないよってことで、言われまして、まあしょうがなく何も買わずに帰ってきました。車は再び二密ハイウェイに乗りまして、今度はホームデポへ行きます。ホームデポは朝8時からオープンです。今7時42分ですので、駐車場ついて、お店の入り口に着く頃ちょうど8時かななんて思ってます。日差しはさ、アメリカ行っても日差しなんだね。だけどエンブレムのフォントが違うような気がする。今だったかな。ホームデポ到着します。時刻は7時49分、開店10分前に到着です。まあ駐車したりなんだかんだやってるし、ちょっと近く立つと思うんで、よいしょ。もう結構車止まってんだね。あれホームデポ、男の夢が詰まったお店、ホームデポ到着です。今日はここで2時間弱ゆっくりと見たいなと思ってます。では行ってみましょう。アメリカの巨大なホームセンター、ホームデポ。オレンジ色のカートを取ってレッツゴー。クリスマスグッズ見たいな。あ、その前にハロウィンが 50% オフです。あ、動くの。お前か。毎年楽しいな。今年はですね、絶対に欲しいものがもう決まってます。ですのでまずそれを買ってきちゃおうかな。パッケージでしょ。2ついけるかな。3つ頑張る。ちなみにこのバケツの持ち帰り方ですが、我が家のスーツケースに3個までなら入れられます。バケツ内部の空間の部分に衣類や小物類を入れて持ち帰るようにしています。アメリカのホームセンターは家一軒建てるための材料が全て売られています。なのでスケール感が日本のホームセンターと違いすぎて圧倒されます。
ごめん、ちょっと欲しかったものはこれです。バケットヘッド、クランプがもう少し欲しくて探してたら30センチと15センチが2本ずつ入った4本セット、これがなかなかお値打ち価格で売ってました。これ買ってきます。いつもホームデポのヘビーデューティーという頑丈な段ボール箱を3枚買ってハワイで増えた荷物を入れています。梱包用品は日本から持参しています。ホームデポのトイレは小が3、大が3ありました。ホームデポ超楽しいです。ホームデポの駐車場はこのような立体駐車場になってます。もう数えきれないぐらい車止められますので、まあ駐車場に困ることはないと思います。もちろん無料です。奥派はエピソード13はここまで。次回はホームデポから車で5分程度のところにあるライオンコーヒーへ行きます。ここはカリヒ地区の中では比較的ホッとできるオアシスのようなお店。ここであるお二人にお会いしてきました。ずっと会いたかったお二方は誰なのか、どうぞお楽しみに。ホームデポいかがでしたか。ここは DIY 好きの方ならおそらく1日いても飽きないぐらい楽しいところだと思いますよ。そこでこれぞアメリカって感じる小物類のお土産を探してみるのも楽しいかもしれませんね。ホームデポはワイキキから車で20分ぐらいで行けますので、ザ・バスやレンタサイクルのビキで行ってみるのもいいかもしれません。ちなみに最寄りのビキステーションはホームデポから歩いて5分ぐらいのところにありますよ。では次回エピソード14でまたお会いしましょう。 Thank you for watching. マハロアフイホー。旧作はこちらからご覧ください。アルファセンスコンプリート。